マリの地図、1994年。本校では、マリの歴史について述べる。マリの歴史は13世紀以前、13世紀から16世紀までのマリ帝国と、孫外帝国時期、帝国崩壊から植民地下までの時期、フランス領スーダン時期、独立期に分けられる。現マリの国境は、フランス領スーダンのそれであり、1891年に制定されたが、 人工的に定められたものだったためスーダン地域の一部とサハラ砂漠の一部を含めており、結果的にはマリオ、マンデ人を主とする多民族国家にした。マリは歴史上マグリブと西アフリカ間の貿易の中継地点という役割を果たしていた。例えば、トンブクトゥはサハラ砂漠の南端でニジェール川近くに位置しており、マリ帝国の建国とともに13世紀より、 サハラ公益で重要な役割を演じた。現在のマリの領域における最古の国家は、7世紀に起こり、マリ西部を領した、ソニン家族のガーナ王国と、東部のガオに起こった、ガオ帝国とされている。特に、ガーナ王国は、北アフリカのアラブ人から塩を輸入資金、造芸を輸出するサハラ公益によって八世紀に、絶頂期を迎えた。しかし、ガーナ王国は、 サヘルの乾燥化によって勢力を減退させ1076年にベルベル人の村人城に攻撃され小国へと転落した。ガーナ王国の衰退後、マリ西部はスス族のを起こした反イスラムのスス王国が派遣を握った。1337年時点のマリ帝国、マリ帝国は14世紀初、ムーサ一世の治世にイスラム教化した。 その時期から19世紀まで、トンブクトはイスラム世界の南西端の辺境として、アラブ人の奴隷貿易の中枢として、重要な役割を果たした。帝国は、スンジャタケータによって建国され、その統治者、特に、マンサムウーサ一世の富で知られるようになった。マリ帝国は、西アフリカの文化に深い影響を与え、帝国の言語、法律、慣習が、 ニジェール川沿いで広まった。帝国の領土は広大で、多くの不要国を有した。14世紀中期に衰退を始めたものの、依然として大きな影響力を有した。16世紀にも残存していたが、その時には、かつての力と重要性を失った。マリ帝国が14世紀中期より弱体化し始めると、損害族はそれに乗じて独立し、ガオを首都と定めた。 損害族は西サヘルで拡張を続けて帝国を築き1420年にはマシーナから年貢をせしめることに成功した14世紀末と15世紀には衰退していたマリ帝国と拡張していた損害帝国が共存したが15世紀末には損害帝国がより進んだ技術を有しトンブクトをも支配したサード朝もロッコの一部としてのトンブクトパシャリク 1591年、頃。1875年時点、小国が乱立している状態の西アフリカ。損害帝国はサード朝、モロッコからの圧力で崩壊した。その分水嶺は1591年3月13日のトンディビの戦いだった。その後はモロッコが17世紀末頃まで、ガオ、トンブクトゥ、ジェンネ、そしてこれらの都市と関連する。 公益路たやすく支配した。損害帝国が崩壊した後、単独でマリの地域を支配した国はなかった。モロッコはマリの一部地域しか支配できず、支配できた地域でも支配が不安定で多くの小国が乱立した。バマナ帝国が支配した地点中央集権が機能した。時期のバマナ帝国はセグウを首都とし、1712年から1861年まで続いた。 バンバラ族の主導したバマナ帝国はマリチューブと南部を一部統治し、トゥクロール族のエルハジ・ウマルタールが二刀牢から西アフリカを征服するまで続いた。ウマルタールのムジャーヒディーンはバマナの軍勢を撃破、1861年3月10日にはセグルを奪取した。これによりバマナ帝国が滅亡した。バマナ帝国のクリバ領朝からの分裂により、 1753年には二つ目のバンバラ族国家であるか、アルタ王国がゲンマリ西部にあたる地域で成立した。エルハジ・ウマルタール率いるトトクロール帝国により、ウマルタールとバマナ帝国の戦争直前に滅ぼされた。セヌフォ族のケネデグ王国は17世紀に成立、ゲンマリブルキナファソ国境の地域を起源とした。1876年に、 シカソに戦とした後、1887年には、ワスル帝国のサモリ・トゥーレによる征服に抵抗し、1898年のフランス征服に最後まで抵抗した王国の一つだった。1818 18年、主にフラニ族が居住するニジェール内陸デルタで、イスラム教の影響を受けたタイバマな帝国判断が起き、マシーナ帝国として建国した。後に、 バマナ帝国と同盟して、エルハジウマルタールが二灯籠のトゥクロール帝国に対抗したが、1862年には敗れた。トゥクロール帝国は、エルハジウマルタールが二灯籠によって1864年に建国され、現リにあたる地域の大半を統治したが、1890年にフランスによって征服された。トゥクロール帝国の統治時期は、とましいな量で、 トゥクロール帝国への抵抗が続けられ、フランスからの圧力も強くなっていた動乱の時期だった。ワスル帝国はサモリ・トゥーレによって建国され、1878年から1898年まで存在した短命な帝国だった。ゲンギニア北部とマリナン西部で主にマンリン家族が住む地域を領地としたが、後に現行トジボワールにあたる地域に移った。 最終的にはフランスに征服されて滅亡した。マリは1892年にフランスの植民地支配下に置かれた。1893年、フランスはソーダンフランセと呼ばれる文明総督を任命したが、フランス統治への抵抗は続き、1905年にようやく閉廷された。フランス領スーダンは、 フランス領西アフリカの一部として統治され、西アフリカ海岸のフランス植民地に労働力を提供した。1958年、スーダン共和国として完全な内部実地権を獲得、フランス共同体に参加した。1959年初には、スーダン共和国とセネガルでマリ連邦を結成したが、1960年3月31日には、フランスが マリ連邦の完全独立に同意した。1960年6月20日、マリー連邦は正式に独立国になり、モディ・ボケータが初代大統領に就任した。1960年8月にセネガルが連邦から脱退すると、スーダン共和国は1960年9月22日にマリ共和国になり、モディ・ボケータがマリ共和国の初代大統領に就任した。 ケータの所属政党であるスーダン連合、アフリカ民主連合は、アフリカ民主連合の一員として、独立以前の政治を主導していたが、独立後にはすぐに一党制の採用を宣言、大規模な国有化による社会主義政策を推進した。ケータは、フランス共同体からの脱退を選び、東側諸国と緊密な関係を保った。しかし、 経済が悪化し続けたため1967年にはフランケンに再加入過激な経済政策を一部緩和した。1968年11月19日、青年将校による無血クーデターで14人で構成される国民解放軍事委員会が設立され、ムーサ・トラオレ中尉が大統領と委員会の議長に就任した。政権を掌握した軍部は、 経済改革を断行しようとしたが、国内の清掃とサフェルの干ばつに阻まれた。1974年には新憲法が制定され、一党制を採用するとともに民政移行を予定するものだったが、実態は軍部が権力を握ったままだった。1976年9月には民主集中制に基づく政党のまり人民民主同盟が結成された。 こうして一等制が敷かれたマリにおいて1979年6月に総選挙が行われ唯一の大統領候補であるトラオレが99%の票を得て当選した。一等制政府への権力集中に不信したトラオレは1980年に学生による反政府デモとそれによる3回のクーデターという脅威に直面したがそれを残忍に鎮圧した。 政治情勢は1981年と1982年に安定化に向かい、1980年代を通じて比較的に平穏だった。1985年12月末、マリとブルキナファソの間で、高産物の豊富なアガシェをめぐる短期間な戦争が勃発した。内政では、国有企業の制度改革計画を定め、汚職に対処しようとした。 穀物市場の自由化が行われ、国際通貨基金との制度改革合意にもこぎつけた。しかし、IMF が定めた、緊縮財政は国民に不人気であり、また国の指導者たちが同じ緊縮政策に制限されていない状況にも不満だった。当時アフリカで広まった、複数政党制への移行を求める声が高まるにつれて、トラオレは限定的ながら、 政治上の自由化を行った。例えば、1988年6月の国民議会選挙では一つの議席に複数のドップム党員があり、候補することが許可された。また一党制の体制内でどうやって民主化を実現するかを討議する会議が全国規模で開催されたが、完全な民主制導入は拒否された。しかし、 1990年には民主化主導全国会議とマリ民主同盟など組織的な反対運動が組織された。政治情勢が不穏になる中、1990年中にはマリ北部で種族間の暴力が増えた。長きにわたる干ばつに耐えかねてアルジェリアとリビアに移住した多くのトゥアレグ人が帰国したため、 遊牧民族のトゥアレグ人とすでに定住した住民の間で緊張が生じたのであった。トラオレ政権は北部のトゥアレグ分離主義運動を恐れて緊急状態を宣言しトゥアレグ人の鎮圧に当たった。1991年1月に平和合意が結ばれたが社会不安と断続的な武装衝突が続いた。アマドゥトマニトゥーレ、2010年撮影。 他のアフリカ諸国と同じく複数政党制採用を求める声が増えた。トラオレ政権は独立マスコミや独立政治団体の設立を許可したが、マリは民主制を採用する準備が整っていないと堅持した。1991年初学生による反政府暴動が再び勃発したが、今度は公務員などにも支持された。四日間の 反政府暴動の後、1991年3月26日に、アマドゥトマニトゥーレ率いる軍人17人がトラオレ大統領を逮捕、憲法を停止した。政変を起こした軍人は数日後には、民主団体調整委員会と共に、主に文民で構成された25人の人民、救済移行委員会を設立した。CTSP は続いて、文民政府を任命した。 1991年8月には国民会議で憲法が起草された。国民会議は政党の検証と選挙法も制定し、政党は自由に結成できるとした。1992年には大統領選挙と国民議会選挙が行われ、アデマ候補のアルファ、ウまルこなれが当選して6月8日に就任した。 1997年4月まり国民議会選挙では行政上の問題が生じ裁判所が選挙無効を宣言したこの行動はこなれキーるアデマが依然として圧倒的な力を持っていることを示し他の政党が続く再選挙をボイコットすることとなったこなれは構わずに5月11日の大統領選挙で再選7月21日と8月3日の二度に 渡って行われた国民議会選挙で与党アデマが8割以上の議席を確保した。憲法では大統領の連続就任を2期に限定したため、こなれは2002年マリー大統領選挙に出馬しなかった。代わって1991年の政変に関わったアマズトマニトゥーレが今度は文民として出馬、アデマ候補との一気打ちで勝利した。この時、アデマは 内部分裂しており、派生政党のマリ連合にも苦しまれた一方、トゥーレは1991年から1992年までの移行政権で果たした役割により支持を勝ち取った。この2002年選挙はマリが選挙不正と投票率の低さに悩まされ続けたにも、かかわらず、初めて民主的に選出された大統領から2人目の、 民主的に選出された大統領への政権交代を果たしたことを意味した。2002年マリ国民議会選挙で議席多数を占めた政党がなかったため、トゥーレは多くの政党から閣僚を招聘し、マリの社会と経済発展問題への対処を公約した。2013年時点の反乱組織の占領地。2012年1月、アザワド解放民族運動を率いる反乱が、 勃発した。3月22日には、軍部からの反乱軍が、国営テレビに現れ、権力掌握を宣言した。政変の原因は、トゥーレ大統領による反乱軍との紛争の対処への不満だったという。トゥーレは、大統領辞任を余儀なくされた。しかし、マリ北部紛争により、軍政府は、マリの3分の1に当たる南部しか支配しておらず、 北部は、羅に支配されたままであり、首都から 700km にあるトンブックトゥモンラに支配されていた。これに対し、西アフリカ諸国経済共同体は、資産凍結と金融を実施した。当時のマリは、セネガルとコートジボワールから陸路で輸送された燃料に頼っており、マリ国内では一部国民が数日間の燃料しか残されなかった。 2012年7月17日時点では、ドゥアレグ反乱軍が同盟者で、イスラム主義のアンサールアンイコールディーンと、イスラームマグリブ諸国のアルカイダ機構によって追い出されていた。当初は反乱対処への不満により起こされたクーデターで、あったが、マリン北部で過激派のミニ国家が生み出される結果となった。モーリタニアノンベラにある9万2千人規模の難民キャンプに住む難民は、 イスラム主義者を、マリのイスラム教徒に、無知と銃のイスラムを押し付けようとしていると形容した。トンブクトゥでは、聖人の墓が6つほど、イスラム主義者からシャリヤアに反すると、宣言されて破壊された。また、アフガン人、パキスタン人、ナイジェリア人と遭遇したと語った難民もいたという。アフリカ連合の平和、安全保障委員。 ラムタネ・ラマムラは、アフリカ連合がマリを再統一するための軍の派遣を、討議し、テロリストとの交渉は却下されたがそれ以外の武装組織との交渉は却下されていないとした。2012年12月10日、マリ首相、シェイック・モディボ・ディアラが、軍病に拘束され、カティに連行された。数時間後にはディアラが、国営テレビで内閣総辞職を発表した。 2013年1月10日にはイスラム主義者の軍勢が首都から 600km の混乱をマリ軍から奪取したが翌日にはフランス軍がセルバル作戦を開始マリ北部紛争に介入した国際連合軍の火星によりマリ軍は2月8日までにイスラム主義者の占領地を奪回ドゥアレグの分離主義者もイスラム主義者と戦ったが何は マリ軍に攻撃した疑いも持たれた。2013年6月18日にはマリ政府とトゥアレグ反乱軍の間で平和合意が締結されたが11月末に北部のキダルで戦闘が起きたことで破られた。2013年マリ大統領選挙は7月28日に第1回投票が8月11日に決選投票が行われた。決選投票では イブラヒム・ブバカール・ケータが、数枚らし背を下して勝利した。ありがとうございます。